一発合格テレビの岡です。今回はなぜか資格試験に強い人の3つの習慣保存版です。突然ですが皆さん、資格試験に強い人ってどんな人だと思います？例えばですね、勉強時間当然多く取れる人が強いだろうとかですね、あとは高学歴の人、これが強いだろう思われてると思うんですね。まあ確かにね、そういう側面もあるかもしれませんが、やっぱ資格試験面白いのはね、そういう人たちだけが強いわけじゃないんですね。まあいろんな資格試験ね、こう受けてね、合格されていく人もいらっしゃいますが、まあそういう人のね、行動特性、これにはね、一つの特徴があります。そういったところをですね、今日は3つの習慣という形でちょっとご紹介していきたいなというふうに思いますね。ぜひね、これはね、普段の皆さん方の勉強のね、姿勢、それをね、ちょっと振り返るいい機会になるんじゃないかなというふうに思います。それではまず1点目、勉強のロケットスタートができる。この勉強のロケットスタートっていうのは私の言葉なんですけどね、私はあのね、まあ、20年間資格の学校でね、講師をしてまして、空いてる時間にですね、やっぱりね、皆さんの様子を見てるんですね、自習室でね。そうするとですね、後ろからではありますが、よくわかります、いろんな様子がね。でその中でね、やっぱ一番気になるのは、机についてですね、すぐね、勉強に取り掛かれる人とそうでない人っているんですね。机に座ってもですね、こうスマホずっと見てたりですね、いろいろ周りずっと気にしてですね、なかなか勉強始めないという方もいらっしゃって、机に座ってる時間が勉強時間というふうに皆さん方思ってると思うんですが、本当にね、その机に座ってる時間自体もですね、もう全然中身違うなっていうのが私のね、実感なんです。自習室でね、そういう状態ですから、多分ね、自宅で勉強するときはもっとそうだと思いますよ。例えば自宅にですね、自分の机があったとしてもですよ、目の前にパソコンとか置いてあると思いますからね、どうしても最初ネットサーフィンをね、20分30分やってですね、勉強始めてしまうっていう方も多いと思いますね。まあ、そうすると本当に実際の勉強時間っていうのが短くなってきてるということですね。できる人はですね、本当にね、すぐ勉強に取り掛かります。それはなぜだと思います？それはですね、ここにも書きましたが、実は机に着く前が違うんですよ。つまり勉強時間が取れる前の思考がやっぱ違うんですよ、資格試験に強い人はね。つまり勉強着く前にですね、今日の勉強の中身が段取られているわけですよ。私も別の動画で言ってますが、勉強の予習ということです。つまり今日やるべきことが非常に明確に頭の中であるということですね。ですから本当にですね、机に座る時間がどうこうじゃなくて、勉強に取り掛かれる前のところの状態で大きく差がついている、こういったところにちょっと気づいてほしいんですね。段取り8部、まあこれ仕事でもそうだと思いますが、段取り8部って言いますが、私は9部ぐらいだと思いますね。本当に机についてない時に大きく差がついていると。勉強のロケットスタートできる人とできない人、これは実際の同じ時間机に座ってても勉強時間全然違うと思いますよ。まずちょっとここ意識してもらうといいかもしれませんね。で3番目、とにかく最初の1分が勝負、ね、これはもうご提案です。もうとにかくですね、机に着いたらもう最初の1分間で必ず始める、こういうね、意識をつけたらいいですね。もう最初ダラダラやっちゃうと、その中身もダラダラなってくると思うんですね。逆に勉強を始めたら集中できるって方結構いらっしゃると思うんですね。ですからやっぱりね、机に着いた最初の1分が勝負だから、もう本当に机に着く前にですね、しっかり考えて勉強の予習ということで、明確にね、私は前日には書き出そうと言ってるんですけど、まあそういった形でもいいし、頭にきちっと入れてね、勉強のとにかくロケットスタートをするね。勉強時間長くしようって言ってませんよ。勉強の最初を早くしましょう。これが一番大きなポイント、資格試験に強い人の特徴だと思いますから、まあ、この辺ね、まず一つ知っておいていただければと思います。はい、それではね、2点目見ていきたいと思いますね。2点目は、いつも競争を楽しんでいる。これも一つの資格試験に強い人のね、大きな習慣だと思いますね。当然といえば当然なんですよ。なぜかっていうと、例えばね、野球のゲームで点数のない野球のゲーム見て面白いですか？あとはゲームもですね、点数が出ないゲーム、これやって面白いです？面白くないですよね。やはりですね、資格試験当然点数だけで、まあ、いわゆる評価されるわけですよ。ですからこのね、点数を面白くなれないといけない。よくですね、数学とか通信だったらこう定期的にテストがありますね、まあ、テストは絶対受けましょうってね、コーチの先生言われると思います。テストから逃げちゃダメ。でもね、逃げちゃダメっていうレベルはもう本当に全然低くてですね、普段の努力っていうのはめちゃめちゃ地味なんです、やってることはね、うん、だからそれが評価されるのはテストなんです。テストしかないんです。ですからテストが楽しいというね、状態作っていく必要があると思いますよ。私もね、20年間の中で受講生の中でね、本当に点数がいい人はやっぱりね、テストを楽しんでました。
結果がいいからテスト楽しいっていうのもありますよ。だけどね、やっぱり楽しそうにね受けてるからね、それを楽しみにね、まあ努力しているから、やっぱり点数もいいわけですね。やっぱりテストを楽しめる、そういう自分を作っていく、やっぱそれがまず第一、そのためにやってるんですから我々ね。で2番目、結果はいつも楽しい。これ私の言葉なんですけどね、テストの結果です。今回はね、あれがあった、仕事があった、ちょっとイレギュラーでこんなことがあった、だから今回はしょうがないみたいなね、まあそんな、総括される人も結構いらっしゃるんですね。それよりも重要なのは結果をね全て受け入れる、それがまず必要なんですよ。結果は全て正しいんです。今の実力をそのまま反映してます。何かがあったからではないんです。今回の自分の努力がそのまま評価されているということです。なんでこういう言い方するかっていうと、絶対にイレギュラーはあるんですよ。これは本試験に向けても必ずそうなんです。だからね、何かがあったからこうなったからじゃなくて、テストを楽しめる、競争を楽しめる人はそういったねイレギュラーとか障害も想定済みで準備するんですよ。そうしてほしいんですね。お仕事でもそうでしょ、ね、ですからそれも想定済みで準備をできる、そういう自分を作ってほしい。そのためにはやっぱり 100% 結果はいつも正しいということで、点数をね真正面から受け付けてほしいんです。自分に結果はいつも本当正しいんです。そこから全てが始まるというふうに思っていただければと思いますね。で3点目、努力は全て点数で評価する。もうねずっとお話をしているところですね。資格試験、点取りゲームです、はっきり言ってね。これだけ努力したとかですね、有名な勉強法をやったとかですね、そういうのじゃなくて、まあ、それでもいいんです。だけど全て点数なんで、点数が及んでないってことは努力が足りてないってことなんですよ。つまり我々は結果の出る努力をしないといけませんからね。それは全て点数で現れる。だからまあこれお仕事もまあそうかもしれませんね。結果が全てってよく言われると思いますがね、いや本当にそうなんですよ。資格試験の世界はまさにそうです。それしかないって言ってもだから1点でも多く取れるようにする、そのための努力、それを日々どれだけ積み重ねるかということなんですね。決して勉強時間じゃない、高学歴とか全然関係ない、どれだけねその資格試験に真剣に向き合って、その点取りゲームをね真剣にですね1点でも多く取ろうと努力してるか、頭をひねってるか、ね、それが勝負を分けます。そこが資格試験に強い人と弱い人の差なんですね、まあ、そこをねぜひね知っておいていただきたいと思いますね。必ず資格試験に強い人は競争を楽しんでいます。はい、それではね3点目見ていきたいと思いますね。合格の付加価値を意識している。これも一番大きいと言っていいかもしれません。資格試験に強い人は必ずやっている習慣だと思いますね。1点目、合格の付加価値、まあ、これも私が今作った言葉なんですけど、この合格の付加価値っていうのは何かっていうと、夜ねある資格試験受けました、ね、当然その資格試験合格したらその資格を取得したことになりますよね。それ以外のもの、それ以外のものを合格の付加価値と呼びたいと思いますね。それがね資格試験に強い人は非常に明確なんですよ、ね、当然試験に合格したらその資格取得できる、それは当たり前なんですけど、それ以外のもの、そこで自分が得られるものっていうのが明確に見えてる。だからこそ一人より多くのパワーが出るんだと思うんですね、はい、熱意が出るんだと思いますよ。ですからその熱意を生み出す付加価値というものをですね明確に意識している人とそうでない人、やっぱりこれ資格試験実際ね強い弱い出てくると思いますね。それが皆さん方の中で見えてるかどうかです。今目指している資格試験の中でね、それは資格取得以外に何を自分が得られるのだということです。それがもう明確に意識できている必要がありますね。で2番目、夢見がちな人との違い。注意しないといけないのはね、こういうお話をするとね、じゃあ資格合格後できるだけイメージをね明確にしましょうみたいなね、昔からある勉強法みたいな話ですよ。そういう話を聞くとですね、どうしてもね資格試験の受験生っていうのはね、もう合格した気になっちゃってですね、合格後のねああしてこうしてこう進んでですねっていうね、もうそういうね夢ばっかり見てる人いっぱいいますよね。そういう人ってやっぱりなかなかねちょっと資格試験、実際の試験は強くない人多いと思います。私ずっと見ててね。でその夢見がちな人とこの合格の付加価値がきちっと意識できてる、これ何が違うと思います？夢見がちな人は結構ね聞かれなくてもいろいろ喋ります。いろんな、まあ、ネットでこう言ったりですね。だけど合格の付加価値明確に意識している人はそんなにね合格してないのに軽口叩かないですね。自分の中でしっかりと意識してますからね、自分が合格したら得られるものって意識してますが、それをね簡単に喋るようなもんじゃないです。だってまだ合格してないの認識できてますからね。つまり夢見がちな人とそうでない人っていうのは足元が見えてるかどうかなんですね。足元がきちっと見えてないと資格試験には強くなれないですよ。合格の付加価値を明確に意識できている人はそれを得るためにはやっぱり今これをしないといけない、あれをしないといけないっていうのが明確ですからね。資格試験に合格するために、ね、やっぱそれに集中してるんですよね。
そこの違いになるので、勉強のねモチベーション上げるためにですね、合格後のことをいろいろ調べる、考える、そういう時間は本当にね全然短くていいんですね。人に喋るもんでもないし、うん、だからそこはですね自分の中で分けてですね、合格の付加価値は明確に意識している必要はありますが、そのためにこそ普段のね自分の行動というのを冷静に見ていく必要があると思いますね。で最後、合格したら1000万円もらえる。これねちょっと衝撃的だと思いますが、なかなかね合格の付加価値ね、そう言われてもなかなか思い浮かびませんっていう人も正直いると思います。私もそうでした。最初ね20年以上前社労士事件初めてやろうとした時ね、うん、だからね私どう思ったかっていうと、当時あのねクイズミリオデアだったかな、クイズ番組でずっとね勝ったらですね、もうその番組だけで1000万円もらえるっていうクイズがあったんですね。そのつもりになろうと思ったんです。社労士合格したらねもう1000万もらえると思ってねやろうとね、うん、その当時もね社労士なんか受かってもね何もならねえよみたいな時代でしたよ。だけどいや俺はね合格したら1000万もらえる、そのつもりやろうと思ってたんですね、勝手にね自分でね。で、頑張りましたよ。でどうなったかということですけど、合格してですね翌年からね資格学校の講師という職を得ましたからね、まあ全てがその合格、ね、資格学校の講師の職を得たっていうところから全てスタートしてますから、今の私はね。そういう意味で言うとね、合格したら1000万もらえるっていうふうにね、勝手に自分で思って信じてやってたわけですけど、今思うとですよ、ね、その合格からね今まで考えると、この1000万円の何倍というか何十倍のね利益を得たことになりますわですね。ですからそのね合格の付加価値っていうのは資格取得以外にですね、まあいろんな付け方があります。例えば男性だったらね女の子にモテるとかね、そういう話でもいいし、何でもいいですよ。もう本当にですね俗なね、付加価値でもいいです。何でもいいので、そういうのをね明確に持つとモチベーションがまた全然変わってくると思いますね。本当にそれで信じていくと未来が開けることがあると思いますからね。まあそんなところで参考にしていただければと思います。今日はなぜか資格試験に強い人の3つの習慣という形でですね、習慣3つお話をしました。どのね習慣もですねぜひねしっかりと考えていただきたいし、これからのねこの3つの習慣ぜひね普段の勉強にすぐに活かせると思うので、ぜひ活かしてねまたさらにねパワーアップしていただければと思います。今回は以上です。